ゲーム好き女ゼメ中が自分のティアキンプレパスイを見ながら後付け実況する動画、その6です。今回は、雷の、神殿をクリアした時のシーンや、エンディングを迎えた後のシーンを含むので、ネタバレ注意ですね。完全に。まあ、もうクリアしたから。まあ、でもこれ最終回かどうかはわからない。まあ、まだちょっと、なんか投稿したいものがあるのかもしれない。これ今まさに私一番力入れてる写真、その馬宿に飾る写真を撮ってる時ですね。まあいつもなんか完成品しか見れて、その出してないから、この撮影の途中のシーンもちょっと見せます。まあこのメガネ岩はあんまりなんかあんまりいい感じじゃないな、それ難しいから。笑うメガネ岩を入れてリンクも入れるのはなんかあんまり、これあんまり好きじゃないな。まああんまり私が狙ってる感じじゃない。まあこれはまあ普通、いつもこの服だからちょっと飽きた。まあでもピンク髪、でもこれもちょっと普通。でもまあこのめちゃめちゃ露出度の高いその男戦士の服を着せてる、このテーマ、この今着てる服のテーマがあの男戦士、これが一番個人的になんか一番ちょうどいい感じの撮れた、この桜の木のところ。まあこれはいろんななんか削除されたバージョン、まあこのなんか天気とかもあるからなんかめちゃめちゃなんか調整したんだよね。最終的に私が選んだのは、まあ、最後これだけしか残ってない。これなんか色合いがちょうどいい、めちゃめちゃ美人、なんか雰囲気がなんか個人的になんかめちゃなんかなんていうか夢のような感じが、なんかめちゃなんか淡い感じがいい。これ個人的にめっちゃなんか成功した。なんか自分の写真の前でその写真と同じポーズを撮るというのをやってます。足はこのなんかこのズボンが一番短いから、なんか丈が、写真はあえて靴を撮らない。わらわは雷の賢者、見よ、これが賢者の力だ。この時は頑張って美人対決した。このルージュと、まあいつものこれですね。でも誰っていう感じがする、特に髪色がピンクになってるところが、特にまるで新しい主人公、まあ、いつも演出がいい。イカズチの賢者、ルージュの名においてそなたと共に戦うことを誓う。ルージュか、受け取れ。まさか俺なんかそんなに興味ないんだよな。この背中開いてるリンクの方がなんか好き。なんかめっちゃ、まあまあまあ個人的に、あでもリンクより背が高いんだ、これはいいですね。これはちょっと萌え。やっぱりこの背中、なんか私はこのイベント見る前にやっぱりその武器をめちゃめちゃ外す。全部外した方が背中見えるから。まさかルージュ、その、ここかよ。この指か。薬指かよ。まあまあまあいいんだけど別に。いやー、ピンク髪のリンク。その指輪で、わらわの力はいつでもリンクと一緒だ。いや、私、このゲーム、女性主人公の場合だと、まあ、あんまりこういう、まあ、着飾らないなんかモットーだからかっこよくしたいけど、まあ、男、可愛い男主人公ならこういう風になんかちょっと可愛くしたい、着せ替え人形みたいにやりたい、あの男の子だからこそ、可愛い男の子主人公だから。あ、ここね、これがまあ私一番見たくないサブクエですね。恋愛教室。
なんか前作の時もめちゃめちゃもやっとか、うん、まあ個人的な、まあ、思考と趣味で、あんまりちょっと性別に関する話は、まあ、特に恋愛関連、特にまあこの恋愛教室になると、なんか女性はこう、男性はこうみたいな、そういう言論基本的に全て、なんか身体的な生物学的な差以外の男女の差は基本的に あまり好きじゃないから、そういう話するの。あ、まあとりあえずなんか今回はなんかいろんな3人授業の手伝いをする的な。でさっきの人はその仮面をつけないとダメ、なんか顔見れないから、まあ、だから私このショタ、これも仮面扱いなんだよね。まあさすがに仮面だから、この表情変わらないから、この頭これなら話ができそうです。私レニッシュと言います。得意料理はいちごクレープです。いつか食べてもらうのが夢。はい、そこまでちょっとだけ、まあここでなんかやっぱりちょっとなんかスイーツ作れる場合にボーイは弱い。んそうでもなくない？別にスイーツ作れる男性にも女性は弱いんじゃない？別に、まあ、人によるんじゃない？だから私そういうところいちいち引っかかるから絶対私向きじゃない。でも私一応全クエストやるから、まあ、しょうがないまあここは個人的にまああんまりそなんか好みじゃない部分、このゲームの一番好みじゃない部分と言っても過言ではないけど、まあ女攻め中的な思考が出てるから、まあ一応出したっていう感じ。どうした？ダメだ、ケーキ漬けにバーのあれでも飲まないと無理だ。まあ私ちょうど買ったんだよね、別にちょうど持ってるバイミーツボーイ、そのまあボーイミーツガールのそのゲルトバージョンだよね。バイミーツボーイ、つまりまあガールミーツボーイ、そこだけはなんかちょっと男女逆転みたいな感じになってはいるけど、でもなんか全体的に こういうところとかやっぱり全然反転、なんか男女の性別の役割全然反転してないんだよな。あなたのおかげでプラスタちゃんの倍力が目覚めたかも。まさに女子力、私なんかちょっとああうわこのゲームでも女子力かよまた行ったっていう、ちょっとうわーってなったねまあこのなんていうか、私ここもちょっと翻訳の心配ちょっとした。だってさ、その日本の女子力という日本語結構日本特有だから、例えば女子力とガールパワー、英語のガールパワーは違う、なんか同じ感じ、なんかなんていうか言葉直訳すれば同じだけど、ほぼ同じだけど、あそうさっきなんかボーイは初めてという言葉に敏感とか言ってる、で私は私も敏感だけどな、私も男性可愛い男性男の子にこんなの初めてってめっちゃ言われたいけどなって思ったまあとりあえずさっき何の話だっけ、まあこれは今この祠はなんていうか、なんかこういう一発芸の祠があるんだよねこの本当にこのネタだけです。もうここをクリアすればもう終わりですっていう一発芸を祠、まあ珍しくあんまり祠攻略見せてないけど、これはちょっと一発芸で見つかかったから、まあ、ちょっと見せた。少しだけアホなことも起きたから、まあ私今この時は私は全祠の宝箱をなんか全部その回収するから、だから今はこのセンサーを頼りに宝箱を取ろうとしている時ですね。何の話だっけ、そのとにかくその女子力という言葉をその外国語版だとどうなってるのかがちょっと、まあまあアジア圏ならまあわかるけどね、まあ特になんか台湾とかだと、私が住んでる台湾とかだとそもそも日本発の言葉をよく取り入れるから女子会とかも、まあ、日本発の言葉だけど、まあなんか
なんか真似するんだよね。まあ漢字だから真似しやすい。まあ何の話だこれ。これちょっとタイミング難しいんだよね。本当これ成功法だよね。他に何の、まあそれはなんかもっと暴力的な解放もあるかもしれないけど、この祠だけで解くとしたらやっぱりこれだよね。あ、ここからちょっと、じゃあ私も行きたいんだけど、同じようにやるのって思って、でもボール来ないんだけどって思って、なぜ来ないんだっていう、あれボール来ないな。珍しくリンクめちゃ普通の格好してる。あ、これ、あ、さっきのボールが落ちたから新しいボールが、もうこれ死ぬんだよね。これ普通は死んだんだけど、まあリンクは頑丈だから。リンク、まあ小柄なのも可愛いんだよね、リンクは。何の話だ。あと結局やっぱり喋らないのが、やっぱりこういうゲームだとやっぱり喋ると、主人公が喋るとなんか良くないことが起きるんだよね。あ、これはちょっとね、なんかネタバレメインストーリーのミッションだけど、まあ私別にミッションの内容を見せるつもりなくて、この服を見せたかった。湧き出してる、なんかエッチだなと思って、ちょっと面白かったけど。あとこれね、このパトリシアちゃん、私めっちゃ利用した。私全ミッション回収したいからさ、ここでなんかこのパトリシアちゃんが座標を教えてくれるんだよね。でそこの座標に行くと、まだその私がやってないなんか赤いびっくりマークのなんかミニチャレンジとか、とりあえずクエスト、まだあのやってないクエストが発見できる、見つけられるんだよね。多分そのゲルト地区のあたりのミッションしかなんか対応してない。これは実は私の、確か最後の祠です。一番最後に解いた祠です。だから記念にちょっと見せた最後の祠。まあ祠コンプは、まあ、あの前作より祠が多かったのはちょっと驚いた。最後の祝福の光、そなたにふさわしきものを授けよう、時の神殿へ向かうのだで言って、なんかもらったんだよね。まあここは別に見せないけど。まあでも こういうふうに私結構なんかコンプした時のシーンも出すから、まあ自分でやりたい人はここからあんまり見ない方がいいですね。まあこれは私結局 あと結構このラスボス行く前、ラスボスに行く直前くらいの時期になると、まあ探索、結構探索して、いつもこのコログのお面を、ほぼいつもつけてる。もうコログを見逃さないために。この市から村に行ったら、まさかのコログがいるっていう。で、あ、この金かと思って、ちょっと撃ったら、何も起きないと思って、あ、じゃああの穴かと思って。でめちゃめちゃなんかここめちゃめちゃ迷った。この辺りにいるはずなのに全然コログ見つけられなくてめちゃくちゃ迷った。でこのまさかこのここにしかないこのこの社長、榎北社長の看板でなんとかするのかと思って、さすがにそうじゃないよなって思って、でまあ結構いろいろ考えた挙句、考えた後にいろいろ考えたらやはり金が怪しいと思って、もっとちゃんと鳴らせるんじゃないかと思って、まあでもこの時はまだ考えついてない。まだ榎木だ、その看板に対して何とかするのかなと思ってた。いや、そしてめちゃめちゃ迷った後にやっと
これまあまあまあ、でもこの一回このパターン分かったら他のところの金も、まあ、ちゃんとあいけるんだよね。これはめっちゃ迷ったコログですね。めっちゃ見つけにくかった個人的に。あ、また写真ですね。この撮影の撮影の過程です。この、この発光する服は結構なんか鎖がついてて、この角度だと結構なんか緊迫縛られてる。しかもこの動き、私はこの女神像の前に、この絵の今回の絵のテーマは女神像の前で緊迫プレイを楽しむ美男子まあまあこれはちょっと違うんだけど、この時はなんか違うポーズもどうかなと思っていろいろ試してたね。でも最終的にこれですね。まあさっきなんでなんかめちゃめちゃ早く写真なんかシャッターを切ったのかと思ったら、この目が閉じてる時を狙ってるんですよ。その目を閉じてる時だとなんかめっちゃなんか苦しそう、ちょいまあ苦しんでないけど、その目を閉じてる時だとこの特にこれめっちゃなんかなんかちょっと苦しそう、ちょっと縛られてる感じがめっちゃ出てるから、これは個人的にいい、個人的に好き。この桜 のあの絵と同じくらい好きですね。めっちゃ苦労したから結構。あ、このいやこれは美人絵ですね。日の出、まあ、日の出系大体美人になるからまあ結構いろいろ撮ってて最終的に選んだのはこれですね。いやこの服一番なんかちょっといかがわしい、ま、それを言ったらラウルに悪いけど、ラウルが着てる服なんだよね。でもこの服をピンク色にしたらめっちゃこの服ピンク色にしたらめっちゃなんかなんかちょっとめっちゃなんかエッチなんだよね。でも私この時は白にした。なんていうか金なんか市から村の金を取りに行こうとしてた時だから、あのあれは私ちょっとそのなんか白い服を着てで白いフードをかぶるというテーマにしたかったから、この金を取る時だから先に白い服をなんか服を白く染めた、これですね。これを取るためです。まあまあまあこれはちょっとなんか健康的で、でも謎の露出ですね。なんかやっぱり男の子キャラに謎の露出をさせるのが爽快ですねなんか大体、まあ、いつも言ってるけど大体女性キャラの方が謎の露出させられるから、これはもう完全に謎の露出だからフードかぶってるのにこの服で、これはまあ単純に、おお、なんか飛んでる時も美人だな。いやこの服結構好きなんだよね。このなんかこの服もいい。なんか下は他のなんかこのちょっとスカートみたいな、これめっちゃ美少年っぽい、美少男、まあこれめっちゃさっきのシーンもう個人的に好き。これなんだっけ、あこれはなんかこういうなんか後ろを取るなんかオクタの池を取るやつ難しいから、まあちょっと違うテーマが、なんかいつもなんか可愛い感じだけど、これはちょっと勇ましい感じだけど、テーマはやっぱりセクシーな男戦士ですね。これがこの絵のテーマ、セクシーな男戦士もう頑張ってこうした。これめちゃめちゃセットの服のように見えるけど、これ違う、上下は違うテーマの、なんか上下は違う服ですね。でもこれ大体なんか女性キャラの戦士キャラがなんかこういう無駄な露出させられるからなんかなんていうか上半身全裸だとまたちょっと違うんだよね。このちょっと露出、なんか露出は多いんだけど全部露出してないところがいい何を語ってるんだ、もうこのゲームでめちゃめちゃ頑張ってリンクの可愛い写真を撮るのあんまり見たことないんだけど、ネタ写真を撮る人は多いとは思うけど、
私は真面目に可愛いリンクの可愛い写真を撮ってるんだよね。まあここでちょっとなぜこれを撮ったかというと、この後ビューラにちょっと口説かれます。私の勝手な解釈だけど、一度武器にキノコをつけたんだけど、でなんか威厳が失われてもう禁止にした。ゲルト町ではキノコを武器につけるのはもう禁止にした。まあ敵が吹っ飛ぶからいいけど、可愛らしいお前には似合うかもしれんがな。可愛らしい。うわあ、ちょうどこのお面をかぶってるのが惜しいけど、なんかいきなり可愛らしいお前には似合う、ちょっと口説かれたなと思って。いやでもしかも屈強な女性キャラ。あ、これ私も全部、まあそりゃ全部ポージー。まあまあそのコロク今回あの全部集めるかどうかはちょっと置いといて、さすがにこのポーチを全部大きくするのがやるんだよね、このくらいは。まあなんか無心で一人で黙々とやるのが好きなんだよね、なんか。実はなんか動画サイト見ながらなんか いろんな探索してという感じ。これ最後もちょっと、このテーマは、美少男騎手。なんか元気な美少男騎手ですね。美人騎手。まあ別に騎手っぽくはないけど、なんか、この帽子可愛くない？なんか、この近衛騎士の帽子。いや、これも結構お気に入り。この馬を取る絵なんだけど、なんか、今のこの組み合わせの服、結構なんかいい感じ。で、私もクリアした。このラスボスクリアして、で、ガノンドロフの、なんか、これ、紹介が追加されて、もう完全にネタバレだから。で、実は私、ラスボスをやる前から、この、パトリシアちゃんがずっとラスボスのところを指し示してるんですよね。なんか、迷うの落とし物をすべて発見した。コルデに報告しよう。まあ、ここもちょっと自分で見たい人は、やっぱり見ない方がいいですね。完全ネタバレだから。私はもう、やっと早く。なんか、はい、こいつ、なんかもう、ホラーじゃない？ホラーじゃない？なんか。いや、なんかこのコルデと比べたら、前作の、なんかお兄さんの方が、お兄さんの方がめちゃめちゃまともに見えるな。前作はお兄ちゃんがちょっとなんかちょっと変人みたいな扱いだったけど、いやこの弟と比べればこの弟はぶっ飛んでるな。いや一気に101個食べる。いやこれほぼホーラーなんだよね。いやこれなんていうか、まあこれ私は全部の洞窟、なんか服を集めたいから全部の洞窟なんか巡ったんだけど、だから全部の迷いを集めたんだけど、結局このイベント何？結局悟りって何？っていう。お、あ、これ光るんですよ、このパラセール。結構使ってた、この最近。よろしくお伝え、うん、まあ私本当によろしく伝えに行った。なんかどんな結果になっても悔いはありませんって、うん、本当になるのかならないのかと思ったら、なんか変なお笑い声が背景にあったんだけど、さっき、うん、まさかの本当になったんだよね。でもでそもそも、まあ別にこのストーリーと関係ないから分からなくてもいいけど、なんか考察とかあるのかな、この悟りとかこのルミ、あのウサギみたいなのがルミ、前作ではルミという名称だったらしい。あ、私結構なんていうか、私前作結構めちゃめちゃ詳しくやったから、モブ、いろんなモブを覚えてるから、このメインキャラじゃなくてあの時のモブじゃんという、なんかいろんなモブの後の話が見れるのが個人的にめちゃなんか好き。なんか、いや、なんか
前作に詳しければ詳しいほどなんかちょっとなんかめちゃめちゃいい感じなんだよね。で報告したらもういつも通りになって私ガノンも作らせたんだよね。ガノンいつでもガノンに会える。いやこれはなぜこうこれを選んこのシーンをなぜこのシーンを抜粋したかというと、なんかこのモリブリなんかこれなんかこの凍らせたからじゃなくて本当にもうなんかもうピクピクしか動かないんだよね。なんか起き上がらないんだよね。なんかこれ大丈夫なのかなっていうこのちょっと不具合感があるんだよね。多分なんかどっかに引っかかったんだろうっていう、それとも私が氷と炎と雷電気この三種の神器を交互に使ったからこうなったのかなっていう。ほら全然反撃しないじゃん。もう起き上がらないじゃん。こんなの初めて見たから。まあでもこの後私結構この氷と炎を交互にやるやつ結構やるから、なんかこの後はなんか一回くらいは見た、一回は見たんだよね確か。これも日常のシーン。あこれは最後今回の動画の最後だと思う多分。まあ、この日常の悪いこの白馬を馬宿に登録しに行くところですね。こういうふうに普段探索してる時に宝箱を探知して、でまあでこのめちゃめちゃもうめちゃめちゃ戦ったことあるからもうもうめんどくさいから全部凍らせてただの泥棒です。で宝箱を開けて、まあ、なんていうか別に宝箱のものが欲しいわけじゃないけど、でもなんかセンサーがここに宝箱あるよって言われたらなんかやらないとちょっとうるさいから見つかっちゃったもんはもうしょうがない。こういうふうにまあクリアした後もまあとにかくコログ以外集めれるものは集めようとしてますね。